初めての夜、初めての面会からの初めての夜、初めての面会、姉さんの次の日か。置いてかれるな、ここに。すぐに終わるわ。何が起こってるのか調べるだけよ。置いてかないで。たった数日よ。あっという間に終わるわ。スーザン、行くぞ。のんびりできるところじゃない。なんてお父さんなの。頑張って。たった数日なの。あ、泣いてる。強い子でしょ。強い子でしょって言って、悲しい目に合わせないでよ。それは転んだ時だけにしてよ。お父さんがひどい。お父さんがひどい。だって家にいたらこんな目に遭わなかったでしょ。ジョディ、ご両親やお家と離れて寂しいけれど、ここなら何が起こっているか分かるかもしれないんだよ。君を守るためにもね。誰にも私は守れない。君の持ち物はバッグに入っている。私たちは隣の部屋にいるよ。必要なものがあったり何か起きたら呼んでくれればすぐに来る。いいね。かわいそう。おやすみ、ジョディ。それでこの実験、それじゃ実験の前のどこで着替えようかな。着替えするの。おとなしいね。テレビつけたりしなくて寂しくない。そういえば着替える部屋あったね。確かね、覚えてるよ。まだ全然物がない。ここら辺になんかね、部屋があったよね。ここにもカメラがあったりしないよね。そっか、賢いね。もうカメラがあること知ってるんだ。お母さんが選んでくれたパジャマなのかな。まだ寝たくないね。持ち物入ってるよって言ってたけど、その前にちょっと元気を出すためにテレビつけよう。つけれるでしょ。つけれないの。くわ、もう嫌だな。ピンク好きなんだね。あの一緒に寝てたウサギちゃん連れてきたんだ。ほら、ウサちゃん、寝る場所を見に行こう。これしか持ってこなかったの。ここから出れないよね。かわいそうだな。いい部屋だなと思うけど。いい部屋だなって思うけど。さあ寝る時間だよ。うわ、上から話しかけられてんのこれ。なんかそう言われると寝たくないよね。怖いもん。もうちゃん、これ寝なかったらなんて言われるんだろう。歯磨いたりする。あ、しないか。あ、でもエレン飛ばせる。あ、見られてる。何これ。あ、これあれだな、多分ボーナスね。脱走しようと思えばできるよね、多分これ。おとなしくするしかないのかな。じゃあおとなしく寝よっか。硬そうなベッドだね。いや、ここで一人で寝るの寂しすぎるでしょ。じゃあ電気を消すよ。おやすみ、ジョディ。待って、怖いんだよね。お願い、電気は消さないで。真っ暗なのは嫌いなの。うん、いいよ、
これでいい？うん。おやすみ。おやすみ。おやすみ。この人は割といい人なのかな。大丈夫エイデン、今夜はぐっすり眠って、何にも起きないわ。悪霊はね。こっち電気がある方向いとこう。あれこっち寝返り打って、おやすみ。眠れないのエイデン、何かお話しして。エイデン、お話できるかな。どうしよっか。これ何？これでも電気つけるだろ。照らす？ああすごい。ゾウさんだよ。どう？ああこれでゾウさん作ったんだ。え？なんでなんで？どうして？ちょやめてよ。こんなところにいても襲われるの？うわ。どうして？何が悪いの？何を狙ってるの、この子。ああ、やめてってば。変わらないで、ジョディに。もう、早くして。ちょっと、やめてよ。大丈夫か、ジョディ？2シャワー目、散々だよ。早く。散々だよ。大丈夫、もう平気だから。もう平気なの？エイディはもうあいつら怖くないって。平気じゃないよ、その喋り方は。姉さんはいい人なの？これどうだったんだろう。なんかあんまり見ずにやっちゃったな。コールを起こした。ドーキンスと両親を観察しなかった。話に夢中になってたからかな。次進みます。結構でも終盤に行ったんじゃないかな。パーティーの後まだあるんだ。みんなみたいに。とにかくダメだ。また友達かな。分かったね。姉さん、今夜だけ。クラスの女の子はみんな行くんだよ。遅くならないから約束する。ダメなものはダメだ。不公平だよ。なんでみんなはいいのに私だけダメなの？一週間言われたことはちゃんとやってるのに。普通の女の子っぽい。何度言えばわかる。お前は特別なんだ。それにルールがある。望んでそうなったわけじゃない。ただ外に出かけて友達を作りたいの、うん、他のみんなと同じように。同じにはなれない。いい加減理解しなさい。おやすみ。メイクしてる、ちゃんと。遊びに行きたいんだ。やめて。許してくれないの？隣にいるよ。何かあったら呼んで。これあの隔離されてる部屋がちょっと大きくな、大人向けにされてるのかな。立つしかないね。あ、なんか普通の、あ、本当だ。大人の部屋じゃないけど、あ、ギターあるじゃん。やっぱ好きだったんだね。コール？ギター弾いちゃう？かき鳴らそう。爆音にしたな。
れる。晴れていく。気持ち音楽で奏でていく。そりゃ歌うまいよね。なんかちゃんと女の子してて嬉しい。これやめたらやめるんだろうな。最後まで弾いてほしい。綺麗なショーを見せてもらった。もうなんかはちゃめちゃにしちゃおう。そんなこと言うんだったらはちゃめちゃ。はいはい、それ壊して。あ、違う違う違う。あ、こっちも消しちゃおう。消しちゃおう。どうせ見てないでしょ。はい、消えた。やめろ、ジョディ。バレるんだ。無駄だぞ。外出禁止。はい、開けよう。やっちゃえ。バレたか。ジョディ。時間の無駄だぞ。時間の無駄って言われるとなんかいろいろやりたくなっちゃうな。これは何？これはでもジョディのやつだったの。うわ、もうお芝居か。気は済んだか。気は済まないな。自分で掃除するんだぞ。うん、しない。やめてエイデン、部屋にあるもの全部壊したって気にもしないよ。ってことは別の方法を考えないと。そうだよね。あ、電話鳴ってる。何の電話だ。ええ。もう落ち着きました。部屋はぐちゃぐちゃにしましたけどね。どうしてる。でも落ち着いた。こういうことできるの知ってるんだよね。開けてあげる。この感じだと本当にごめんなさい、コール。こんなことしたくないけど分かってくれるよね。いいよ、たまには。今日は出かけたいの。好きな子でもできた。怖いな。でもさ、出る前に多分ジョー、エイレンとかやっとかないと出れなくない。え、バレないの。やば、怖いんだけど。うん、分かってる。でも今さら引き返せない。そうだね。あれあれ、ついてくるじゃん。でまだこの時のジョディは CIA とかも何も入ってないから、多分なんだろう、誰か来てもうおーみたいなのできないはずだよね。あ、このカードさ、コールできない。開かないよね、多分。そこの鍵多分持ってるでしょ。そうそう、それそれ多分もらって、開いた。こんなことできちゃうよね、普通に。普段の能力とか隠してない限りこれバレそうだけどね。こういうこと余裕なの。え、どこまで連れていくの、コール。エーデンが実体を持ってついてくる。これはジュースとか買う。お金持ってない。化粧して出かけるってことはやっぱ友達かなんかいるんだと思うんだよね。あのパーティーの後友達できたのかな。あのパーティーにいた子ではないと思うけど。おう、よう、コール、ジョーディ、散歩にしちゃ遅くないか。バレてる。同期って何。ほら、姉さんのアイディア。リートで夜の訓練するなんて、昼間だけじゃ実験したりないとか言ってさ。バレない。それは変だな。ついさっき教授と話したところ。ああ、さっき携帯に電話あったの。それで、分かんないけど、きっと突然思いついたんじゃないの。それで、そう、新しい実験をやりたい。実験をやるにはちょっと派手じゃないとか言われる。言ってたけど。だが、これだから科学者ってやつらは。上手上手。どうした、コール、静かだな。喋れる？ん？喋れないよね、多分。不機嫌。なんか、あの、
機嫌が悪いんだ。一日中黙ったままで。バレちゃう？喉って何？声が出ないみたい。なんかのウイルスだって。顔怖。いろいろ私も聞いたんだけど、それくらいしか。不機嫌で喉って言ったらもうバレそうかな。うん、大丈夫。俺なら家に帰って寝るな。みんなのために。顔見ないでね。顔見たらすぐ分かる。いいぞ、行けよ。バレてるんじゃないこれ。ほら行けよ。バレてそうじゃない。バレて見逃してくれてるとかじゃない、うん、少なくともコールの車は知ってる。コールの車は知ってる。カメラだらけ。やばいね。長くはいられないな。わかった。コールの車は知ってるって言ってるけど私は知らんぞ。これか。でもポール先に行くからこれっぽいかな。これだね多分。は、持ってる。コールが持ってる。車に乗ってそれでエンジンかけて、うん、あコールを操作する。こっちハンドルなんだ。え、車の運転は分からん。前も運転したけど。バイクか。あれは乗れる。でこっち助手席乗ればよかったかな。あ、もうまだ体が見えてる。出る。体が見えてるってどういうこと。あ、これここに入る。華麗な脱出からはほど遠いけど、まあいいか。あ、ここに入って、じゃあ出発する。行こうエイデン。目立たないようにね。いい。運転下手だったら目立っちゃうかな。まあ大丈夫でしょう多分。ジョディ乗ってないし。ジョリー乗ってるとやばいよね。体が見えてるってそういうことだよね。よかった、ちゃんと危機は逃れたんだね。目乾きそう、こんな白目で開いてたら。どこに行きたいんだろうね。ジョリー開けてあげましょう。はい、出てを。あれあれで開けてあげて。ありがとうエデン。許してくれるよね。すぐに戻る。エデンだから中身。大丈夫、心配しないで。エデンを置いてくのかな。オッケー、エデン。森の中に連れてって、安全な場所に。はあ。動かして。安全な森の中、こっちとか。人に入ってるときはさすがに見えないもんな、周り。入っていった森のクマさん。安全な森の中に連れて行ってどうするの。バー、ビア。ほら着いたよ、レッドハウス。みんなもう中にいるはず。は、あれ動かせるじゃん。あれってことはコールは今エーデンはもう離れて森の中でおねんねしてる感じ。じゃあ行こう。遊びに行ったこともなかったんでしょ。みんなってどんな友達。あれあれ、なんかトットみたいな人いない。トットって言ったら伝わるか分かんないけど。待てよ、うん。え、これめっちゃトットみたいじゃない？え、わかる？トット。デトロイトビカムヒューマンにいるトットにそっくりな気がするんだけど。ちょっと痩せたトット。気のせいかな？え、やっぱトットじゃない？めっちゃトットっぽいんだけど。気のせい？めっちゃトットっぽい。それしか言えない。いや、でも別に何も話したりはできないな。ビリヤードする？
休戦とかもする？こっちはいけないのかな。あ、いけるいけるいける。今日はどう？分かってる。ん？姉さんもカンカンだよ。うん、そうだね。でも貴重な体験。うん。大学のサークルかなんか？ここまで知っていきたいって何なんだろう。それともこの時点でのジョリーは結構やんちゃだったってこと？前回のパーティーではさ、結構嫌な目にあったと思うんだけど。座るか。年はいくつだ？わ、21だよ。未成年がどうのこうのって言われる？レモネード。お金持ってる？あの人トットですか？トットっぽいんだけど、え、絶対トットだよね。そわそわしてるやたら。でも、あ、なんだ、なんか今上にも出たけど、立つしかできない。友達全然来ないじゃん。あ、なんこれ、あ、やっちゃった。遊ばせてくれる？バツ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 、なんだなんだ、え、バツバツ、なんだなんだ、両方してる。違う人かな。一緒にビリヤードでもやるか。あ、誘ってくれた。じゃあはいって言う？いいよ。どうせ暇でしょ。変な遊びじゃないし。え、違うのかな。そればっか気になっちゃう。え、絶対そうだよね。レディーファースト。どうも。上。ナイスショット。あれ、一人で何してるんだ。目が嘘。別に、ただのいつも通りの土曜の夜。絶対そう、絶対そう。女友達とね。ってことは何なんだろう。なんか見抜かれそう。嘘、いい人だといいけど。ほい。挑戦的だな。正直ここにはちょっと若すぎないか。何しに来たんだろう。年は、嘘、21って言ったよ。21。大人には嘘をついたか。また斜めにか。おい、やるじゃねえか。ビリヤードってこんな一人がトントン打つものなの？ママには言ってきたのか。21だからね。ママには。嘘。もちろん、ここまで送ってくれたし迎えに来る。もうそろそろ私を迎えに来るはず。あれ、でも誰を待ってるの？ここで誰かが来るからここにいるんでしょ。間違ったかも。やめてよ。いいだろう、嬉しいくせに。やめてよ。拒絶。え、やだ、気持ち悪。最悪じゃん。誰だ、どこにいる。クソが、姿を見せろ。もうはちゃめちゃ。出てこい、体かし抜け。どうしようか。後ろの人バーンって。痛い痛い痛い。そうそうそう。これはもうめちゃめちゃにしちゃい。気味悪いよ。今更ビビってんじゃねえよ、ブランク。ここにもあったでしょ、なんか光るやつ。そう、これいけ。痛い目、早い。手出す、そっちが悪いんだからな。じゃあこれを
これだって当たるでしょ。やっちゃえ、やっちゃえ。あ、二人ともいった。あとはこれ何？え、これ お金当ててくるんじゃない？チャキーン。ざまってろフランク。まだ、まだする？人はある。まだ死にたくない。一瞬青いの出た気がするんだけど、誰も知らねえ。ずらかるぞ、行こうぜ。本当だよ、出ろ出ろ出ろ。何してんだよサム。何ができるか。あ、ここら辺でやっちゃって、これもやっちゃって、あと何ができる。あとは何するの。入り込んで、入り込めるね、多分。入り込んで、え、待って、これ入り込む。あ、殺すつもりじゃないよね。返事しろ。いや、そこまではやらん。グラック死ぬな。いや、それほどはやってない。ダメだ、おい、ダメだ、死ぬな。え、殺すほどはやってない。殺すほどはやってない。それはやめよう。ごめんごめんごめん。死んでない死んでない。多分そんなにやってない。え、死んではないでしょ。やだ、殺してはない。え、殺すしかないとこやだよ、さすがに。戻って。え、戻れん戻れん。体の中にも戻れない。どうしたらいいの？他には嫌なんだけど。早くドア開けて。よしよし。え、その人も連れてって。やばいな、これ怒られそうだな。てか結局何しに来たの、ジョディは。友達と遊びに来たんじゃないの。大丈夫か。一体何があったんだ。私、みんなみたいに、外に出たかっただけなのに。ああ、分かってる、分かってるよ。いいんだ、もういいんだ。そんなにうまくいかないものなの？みんなみたいに殺しちゃったって出るかな。やばい、出ちゃった。いや、殺すって思わないでしょ、あれ。ガードに嘘をついて外に出た 90%。 はい、 DPA から逃げた。他の客の会話を聞かなかった。あれ、してた会話。バーに残った 84%。 男たちを撃退して 99%。 男たちの誰かを、え、やっぱ殺しちゃったんだ。単純にさ、ちょっとこうウェイみたいな、いや、つもりだった。マジか。ちょっとそんなつもりじゃなかったな。